За сайн байцгаана уу. Шинэ гарчгаатай холбоотойгоор энэ удаагийн дугаараар нэг онцгой зочноос ярьсаа боломж олдсон байгаа. Түүнийг Honda Ken гэдэг бөгөөд Японд хэрэгтэй. Мөнгө олон аз шавхлын талаар төрөл бүрийн ном бичсэн бөгөөд өөрөө ч гэсэн хийдэг бизнестэй. Олон юм уршиж явах шууд ярьцгаатай болсон байна. はい、皆さんこんにちは。改めまして作家の本田健です。サインバイノでいいのかな？はい。モンゴル人の友人から教えてもらいました。今までお金に関するいろんな本を執筆してきた本田先生ですけど、単刀直入に聞きます。お金持ちになる最短の方法を教えてください。お金持ちになるにはですね、あなたが 何らかの価値を提供しなくちゃいけないんですよね。それは例えばそのセールスで物を売るってことかもしれないし、歌を歌うとか、あるいはサッカーの選手になるとか、何らかの価値を世の中に提供して、でそしてそれが返ってくるのがお金なんですよね。いや、人によっては学校の先生で教えるってことでお金もらってる人もいるし、あるいはセールスマンとして何か食べ物とかを売って、そしてお金になる人もいます。これは車を売ってる人もいますよね。皆さんがやっているお仕事の流れの中でお金っていうのは流れてくるっていうのをまず理解していただいて、でそのためにお金持ちになるためには最大限の利益になるようなことをすればいいってことなんですよね。で、まあ、簡単に言うと皆さんの才能があるところ、それを使って、例えば、セールスの才能がある人は物を売るってことをやればいいし、歌を歌うのが上手な人は歌を歌うってことをやればいいし、料理を作るのが得意な人は料理を作るってことをやればいいわけだし、自分の才能の一番売れるもの、人がお金を出してもいいっていうふうに思うものをやれば、最短でお金持ちになれると思います。先ほど才能っておっしゃったじゃないですか。で、才能って、初めから生まれ持った人たちもいて、で、まあその中にはそれをまあ知らず知らずに育って大人になってから発見した方々もいると思うんですけど、それでもほとんどの人は自分の才能が何かわからないまんま来ちゃってると思うんですね。なのでその才能ってどういうふうに見つけて、またそれをどういうふうに育成していけばいいでしょうか？あ、いい質問ですね。才能っていうのはね、小さい頃に例えばお父さんとかお母さんが見つけてくれる人もいるんですよね。例えばオリンピック選手になるような人たちっていうのは、小さな時に例えば走るのとか、あるいは泳ぐとか、そういうふうなその才能を小さな頃に見つけられて、コーチとかにあなたはそれやりなさいって言って、小さい頃から練習して世界的な選手になっていくんですよね。そうやってごくごく5歳とか10歳のうちに才能を見つけられるラッキーな人もいるんです。でも多くの人たちは普通に学校で勉強して、そしてまあ20歳前後で仕事を始めて、でそのうちにその得意なこと、あるいは得意じゃないことっていうのは分かってくると思うんですよね。例えばそのブリさんの場合はこういうことをその要約して皆さんに発信するっていう、話すっていう才能があるわけですよね。でそれは例えば 2,3 人とかにして話してたとしても、カフェでね、友達に本がいいっていうことを言うだけだから、それだけだと大してインパクトがないんですよ。それでも何万人の人たちに喜んでもらったら、それがビジネスになる可能性も出てきますよね。だからそれが才能ってことなんです。で、それはね、やってみるまでわからないんですよ。これがセールスであれ、人前で話すことであれ、YouTube だって、ブリさんも多分やってみて初めて、こんなにうまくいくのって思ったことがいっぱいあると思うんですよね。だからそれをやってみないと才能っていうのは出てこないと思います。で、多くの人たちは20歳以降に才能が見つかると思います。ああ、なるほど。でも、よし、いざやってみようってなると、なかなかそれを行動に移すのは難しいと思うんですね。僕の場合でも、まあ、YouTube をやる前には他の人の目を気にしちゃったりとか、まあ、いろんなことを考えて溜め込んでしまって、なかなか行動できなかったんですけど、まあ、その行動力、ですね、その行動をするための勇気っていうのはどこから出せばいいんでしょうか？人によってはね、だいぶ違うと思うんですが、僕は好奇心だと思ってます。例えばブリさんはある時こういうのをやってみたらどうだろうって興味が湧いたんですよ。でそしてやってみたらどうなのかなって、 もちろん失敗したりね、人になんかひどいこと言われたりするかもしれないけど、なんかやってみたくなったと思うんですよ。それはある時商品をサービスを売りたくなった。
料理を作りたくなった、食べてもらいたくなった、文章を書くのがやってみたかったっていう自分の中から出てくるエネルギーがあるんですよね。それが才能なんですよ。なのでこちらで人に批判されたら怖い、でもやってみたいって気持ちが結構こうなるわけですよね。でそれである時に、いややっぱり人に何て言われたってやってみたいって YouTube チャンネルを始める人がいる、あるいは自分で文章を書いて後々作家になる人がいる、プロの選手になる人がいる。やっぱりね、好奇心、やるのが楽しくて仕方がなくなったりとか、誰かに何か言われたってとにかくやってみようという気持ちが大きくなった時に人は自然と動くんですよね。モンゴルだと、まあ、好きなことを仕事にしようってしてもなかなかできないのが実際問題で、で日本と比べればもちろんモンゴルはすごく発展途上国ですし、経済的に裕福な人が本当に少ない国なんですよね。でほとんどの人はやっぱりどうしてもその日暮らしの生活になってしまっていて、明日の返済しないといけないローンがあったりですとか、であとはまあ時間的な余裕もないですし、経済的な余裕もないですし、子育てをしないといけなかったりとか、まあ、本当実際問題、現実的ないろんな問題を抱えて、みんなもちろんまあその経済的な自由な暮らしをしていきたいんですけど、そうしようとしてもなかなかきちのそのまあ状況になってしまっている方々がすごく多いっていうふうに僕は思うんですね。でそうなると、その状況から打破するためにはどういったそのお金のマインドを持って何を最初に変えていけばいいでしょうか。お金ってね、2つしかないんですよ。結局稼ぎを、入ってくるものを増やすか出ていくものを減らすか、どっちかしかないんですよね。なので多くの人たちは収入が少なくて支出が多いと思うんです。だからお金持ちになりたかったら収入を増やして出ていくものを減らすしかないんですよね。でそのためには必要のないものは買わない、特に若いうちはっていうことをしないとお金持ちにはなれないんですよね。なので、特に若いうちは時間とお金と、エネルギーが限られてるんですよ。で生活をしていくための必要な仕事とかを取ってしまったら、もうエネルギーが残ってないかもしれないし、お金もないかもしれませんよね。でその条件の中からお金持ちもしなりたければ、自分の才能を見つけて、自分がこれやったらワクワクするっていうことをやって、でより能率のいい仕事の仕方、よりうまくいくやり方で仕事をしていくうちにいい仕事を見つけられるようになると思うんです。でそういったことをしないとやはり成功するのは難しいでしょうね。だからある時までは生活のための仕事をしなくちゃいけないけど、その生活をやりながらもどっかで自分の才能を使うような仕事っていうか生き方にシフトしていかなくちゃいけないんですよ。でそれをやらない限り、いつも生活のために仕事をして、でそして、いろんなローンとか家賃とか払ったらもう全部お金がなくなってしまうっていう生き方になるんですよね。なのでどこかを変えなければお金持ちになれませんよね。先ほど本田先生がおっしゃっていた、どこか出費を抑えて何かしらを変えないといけないって話なんですけど、で特に我々若者世代っていうのはどうしても、まあ、他人と自分を比較して、例えば友人たちが新しい車を買ったりとか、まあ、新しい家を買ったら、よし、なんで俺は今負けているんだだったりとか、まあ、そういうふうに火がついて、で、お金が実際にないのに、ローンを借りてでも、まあ、そういった新しい車とかを買ってしまうわけなんですけど、その、まあ、他人と自分を比較する思想っていうのがお金に関してすごく重要な部分だと思うんですね。そのことについて、本田先生はどういうふうに思われますか？例えば他の人とね、同じようになりたいと思ってたら、他の人と同じってことはお金に縁がない生き方になるってことなんですよ。だから他の人と同じになりたいって思うなら、本当に将来成功していく人と同じようにならなくちゃいけないんですよね。だから僕は20代の頃からすごく変わってたので、みんながそういう高いものを買ったりとかするの僕は全然興味がなくて、同じお金を本題にかけてたんですよね。本で勉強することにかけてたから、まあ、作家になったわけですけど、なので自分がどこにお金と時間を使うのかが皆さんの未来を決めると思うんですよ。だから20代のうちに他の人と一緒になろうと思ってたら、
30代40代も他の人と同じように貧乏になると思います。だからどっかで変えようと思ったら考え方生き方を変えないと豊かな生き方はできませんよね。ああでもものすごいもうズシンときます。今楽して後で苦しむか、今大変だけど後で豊かになるのかっていう、そういう選択肢だと思ってください。ああなるほど。で一つちょっと質問が変わるんですけど、本田先生の書かれた人生の目的って本があるじゃないですか。で我々はどうしてもやっぱり気づいてしまったら、子供の頃まあすごい大きな夢とか持ってたんですけど、気づいてしまったらもうすでに普通の平凡な生き方になってしまっていて、で自分の人生の目的自体がわからない人たちってすごいたくさんいるというふうに思うんですね。なのでその人生の目的ってどこからインスピレーションを受けて、どういうふうに見つけていけばいいのかすごい疑問になっていて、でそこのところを回答していただけると嬉しいです。人生の目的っていうのはそのいろんな形で見つかるんですよね。例えば誰かと話しているときに、そのこれすごく好きだな、例えば人をマッサージしてあげたりとかね、するのが好きだなって思う人はやっぱり心が喜ぶんですよ。それをやるのが嬉しくて仕方がない。料理をするのが好きな人はそれをやるのが楽しくて仕方がないっていうときに、あこれって自分やりがいがあるなっていうふうに思うんですね。で仕事って必ず誰かの役に立つようにできてるんですよ。ってことはそれをやることによって、例えばブリさんだったらこういう YouTube のチャンネルをやることによって誰かが喜んでくれるわけですよね。僕の場合は文章を書くことによって誰かが喜んでくれるんですよ。でそれに対してすごく喜びを感じられるようになってくるとやりがいが出てくるんですよね。でその自分がワクワクしてやることが誰かの役に立つっていうのが生きがいにつながっていく、人生の目的につながっていくってことだと思うんです。なのでポイントは2つですよね。自分が心から嬉しい、自分が喜ぶ、そしてそれをやってることが誰かのためにもなるっていうことがうまく合致してくると、それは僕は人生の目的だと思います。ちなみに本田先生自身はそれをいつ頃発見されました？例えば20代の時に僕はコンサルティングっていうのをやってたんですけど、人を成功させるのが好きだったんですよね。で20代後半から30過ぎにかけて僕は文章を書き始めたんですよ。でそれを最初はプレゼントしてたんですね、自分が書いたものを。そのプロの作家になれると思ってなかったから、だからホッチキスで止めて、でいろんな友達に配ってたんですよ。でそしたらそれがすごくいいって言って、もっと欲しいっていうふうに言われたから、そのもうこうすごく嬉しくなって、いっぱいホッチキスで止めていっぱいいろんな人たちにプレゼントしたんです。でそれが評判になって、もっと欲しいって言うから、その印刷所の人にお願いして、で小さな小冊子を作ったんですね。でこれもプレゼントであげたんですけど、これがもうたくさんの人たちが読みたいっていうふうに言ってくださって、5000部とか1万部とかどんどんプレゼントしてたんです。でそうこうしてるうちに出版社の人から連絡があって、本を書いてくれませんかっていう依頼が来たんですね。まあそういう時に初めてこれって仕事になるのかなって思ったんです。なので自分が楽しくてやってただけで、最初はね全部もうゼロからスタートするんですよ。でもそれが、その、なんていうのかな、楽しさとか幸せの雪だるまがどん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 膨れていくんですよね。で、それがエネルギーとなって、たくさんの人たちに届き始めて、で、大反響になって、で、その本が売れて、で、そしてお金が入ってきたら、また楽しくなって、また書くっていうのを、僕はやって、800万部本が売れたんですよね。ということは最初から800万部いくぞだったりとか100万部いくぞっていう、そういう大きな目的っていうのはなくて、ただ好きで、ただそれが自分の幸せにつながるから、それを続けていったら今の本田先生になったっていうことでよろしいでしょうか？はい。で、やっぱり誰かが喜んでくれる、誰かの人生に触れられるっていうのは僕にとっては深い喜びなんですよね。だから今回ブリさんのご縁でモンゴルの方たちとこういうふうにお話できて、若い人たちがそうだ自分の人生の目的生きてみようっていうふうに思ってくれたら、僕としてはとっても嬉しい、でそれは僕の人生の目的だから、一人でもねこの動画を見てくださっている方がよし自分で人生の目的を見つけたいっていうふうに思って、ひょっとしたら10年後とか15年後とかね、いつか分かりませんけど、モンゴルとか日本とか、あ例えばヨーロッパで会った時に、本田健さんが10年前にブリさんっていう人の YouTube をやってるのを見て、
で、人生の目的を見つけようと思いましたっていうふうに言われたら、僕は涙が出るぐらい嬉しいね。うん。だからそういうことをやってくださっているブリさんにも心から今日は感謝したいんです。ありがとうございます。それは僕の人生の目的だからなんですよ。心から僕は嬉しいことが人生の目的なんです。それね、お金なんかもらわなくたっていいんですよ。けれども面白いことに、お金なんかもらわなくていいってことをやったらお金持ちになれるんです。ああ、なるほど。めちゃくちゃ共感できます。その点では僕自身も本田先生の書かれた20代のうちにやっておきたい柔軟なことを読んですごくインスピレーションを受けたんですけど、で、まあ、それに関しては一つの質問があって、20代の、まあ、チャンネル登録者が僕のチャンネルを見てる人々のほとんどが20代の人たち で20代って血気盛んで、何をどこからどうやってやればいいかわからないけど、とりあえずめちゃくちゃエネルギーがあるっていう、そういう時期だと思うんですよね。で、本田先生から向けてモンゴルにいる我々の、まあ、その20代の、僕も含めてそうなんですけど、20代の人たちにこれだけをやっておけば絶対に後に後悔はしないよってことをあれば教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。本当ね、いい質問しますね、ブリさんね。僕はね、20代っていうのは失敗、たくさん失敗できる時だと思うんです。なので成功するとか成功しないとかってことをとりあえず一回全部忘れて、とにかく面白そうと思ったことは飛び込んでいくってことですよね。これはそのビジネスもそうだし、恋愛もそうなんです。この人好きだと思ったら自分が好きだってことを伝えていけばいいんですよ。ビジネスだってやりたいと思ったら、出かけていけばいいんですよね。で、最悪、の結果っていうのはノーって言われることなんですよ。例えば今回ブレさんが、ブリさんがね、僕にこういう YouTube 出演してくれませんかっていうふうに言われて、ね、言うときっていうの勇気いったと思うんですけど、最悪はノーじゃないですか。でも別にそういうふうなのがあったとしたって、ブリさん別に何も影響がないわけで。で、ラッキーだったらイエスってして、こういうふうに始まったりするわけですよね。なので、とにかく面白そうだと思うことには、すべてやってみるっていうのは、僕は20代にお勧めしますね。うん。最悪のことが起きても死にはしないって思えるかどうかですよね。恥ずかしいけどね。そうですよね。好きだって言ったら、私は何とも思ってないって言われたら、ガーンってなりますもんね。でも本当それってその時だけのこと で、いずれいつかはどうせ忘れてしまうことですよね。そうそうそう。なので、その時には、いや僕はやっぱり好きだったら好きだって言った方がいいと思います。本田先生自身、仕事柄各国のいろんな著名人たちだったりとか、いろんな成功者の方々と会ってきてるわけですけど、成功者に見受けられる特徴って何なんでしょうか。まあ、またはその成功をするために必ずこれだけはやらないといけないっていう法則とかってあったりするんですか。成功には2種類あるんですよね。自分の嫌いなことやって成功する人と、自分の好きなことやって成功する人がいるんですよ。だからそれでまた全然人生が違うんですよ。例えば自分の嫌いなことやって成功するっていうのは、例えば自分は医者になりたくなかったと、弁護士になりたくなかった、ビジネスは本当やりたくなかったって人も、それがね、ある程度親がやってたりとか、たまたまそれがうまくビジネス時流に乗ってたりとかしたらうまくいくんですよ。で、そういう人っていうのはなかなか幸せそうじゃないんですよね。だから僕はやっぱり好きなことをやってる人の方を選んだ方がいいと思うんですけど、その好きなことやって成功してる人の特徴は、とにかく自分のやりたいことを優先させて、人間関係を上手に持ってるってことなんですよね。だから、一緒にビジネスをやる仲間とか、一緒にいろんなことやっていく人たちを幸せにしようっていう、そういうふうなエネルギーがあるってことなんですよ。なので、話しててもいいし、一緒に話してても楽しいし、こちらも幸せな気持ちが伝わってくるんですよね。うん。で、それは、料理人であれ、ビジネスマンであれ、学校の先生であれ、どんな職業であれ、成功してる人たちっていうのは同じ感じの楽しさがありますね。幸せとは今の自分に満足することだと思います。例えば、お金で言うとね、すごく億万長者になってなくても、今例えば、ね、手元にコインがいくつかあるだけでも幸せな人は幸せですよね。で、その今の自分がビジネスとか家庭とかそういった状況に対して、世間的にはね、
幸せそうに見えなかったとしても、自分が心の平安を見出すことができたら、その瞬間に幸せな人になれると思うんです。なので、今の自分に満足することさえできれば、幸せってのやってくるんですよね。そのためには億万長者になる必要もないし、大成功する必要はないと思います。で、それさえまずちゃんと分かってたら、でそうは言っても、じゃあこういうことがあったら楽しいよ。こういうことができたらもっと楽しいなっていうふうにして積み上げていくと、もっともっと幸せが増えますよね。でも一番の基本は、今の自分で満足することだと思います。それさえできれば何もいらないと思います。いや、ありがとうございます。すごい僕自身もめちゃくちゃ勉強になりまして、本当今日は貴重な時間を使ってくださって誠に感謝をしております。こちらこそ素晴らしい時間でした。いずれね、またモンゴルに行ってお会いしたいなと思います。皆さんもね、プリさんもそうだし、皆さんと会えるのを楽しみにしています。자 ярил сума нүгүр өндөрчөгөө хэрэгтэн таалагдсан бол лайк сабскрайб дараарай. Мөн дор холбоосоос Honda багшийн номыг худалдаах боломжтой байх шүү. Ашигтай ирж буй шинэ ондоо аз жаргалаар дүүрэн байгаарай. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.